皆さんどうもこんにちは、キャベツです。昔は朝起きて寝るまでゲームをし続けられたんですけど、最近は2時間もやれば疲れてやめてしまう私、キャベツ。今回ご紹介するのはエンディングまで一瞬で終わるゲーム。近年ゲームのリアル化が進み、同時にボリュームも増えてきたゲーム業界。そんなゲームの中から定価で買ったけど割に合わなすぎるゲームのボリュームを持つゲームたちをご紹介していきます。では行こう。バウンサーは2000年12月23日に発売されたプレイステーション2用の格闘ゲーム。発売した2000年の年末に発売されたスクエア初の 3D 格闘ゲームで、発売当初はその美麗なグラフィックやストーリーなどでユーザーの興味や期待を寄せていましたが、総プレイ約2時間、うち8割はムービーという暴挙に出て、ボリュームがとにかく薄い。今で言うムービーゲーで、ムービーの間にゲームができると言ってもいいほど、操作可能なパートは短く、だいたいプレイ時間より2倍以上の長いムービーが入ります。しかもムービーが終わるとまたムービー、そしてムービー、そしてゲームという風な内容となっております。そしてクソゲーのお約束のカメラワークがひどい、ロードも長く、ゲームのテンポは残殺。また野村哲也氏がキャラデザインということもあってか、ストーリーやゲーム全体のデザインが近年の FF、つまりノムリッシュであり、キャラクターはキングダムハーツの例の主人公に似たり寄ったりと、プレイステーション2で出したゲームとは到底思えないほどに内容がスカスカ。定価は6800円だったのですが、すぐにワゴンコーナーに格下げされ、100円以下で買えるようになってしまいました。いわゆるクソゲー。ガングレイブ。本作はレッドエンターテインメントが発売したプレイステーション2用のガンアクションゲーム。漫画トライガンの作者であり、サムライスピリッツシリーズに登場する妖怪腐れ下道のデザインやエナジーブレイカーのキャラクターデザインなども手掛けた内藤康弘氏がゲームの原案とキャラクターデザインを担当。本作はガンアクションということもあり、非常に爽快感があり、公式の解説文でもある疲れ果てて家に帰ってきた人が10分間だけプレイしてすぐにストレスを解消でき、すぐに寝ることができるゲームを感じられるゲーム。さらに設定は細かく緻密に作られてはいますが、やはりゲームのボリュームがクソほどに少ない。肝心のステージ数が少なく、一つのステージも短いため、一周ごとのプレイ時間も非常に短く、慣れれば1時間ほどでクリアが可能。難易度設定や各種要素はあり、前述したステージクリア時の評価や全ステージクリア時の評価による称号もあるので、周回プレイをすることが前提のゲームであることは間違いありませんが、休日に買ってきていざ1日プレイするぞという心意気で始めたら、一本の映画より早く終わってしまうこの悲しさ。全体のプレイでできることが少なく飽きやすいのですが、逆に言うと1個ステージをクリアしてセーブして中断するというプレイをすれば、公式の発言通り10分だけ遊んで寝るが実現可能。まあこんなのほぼ皮肉みたいなもん。ただ海外での評価は概ねよろしく、全世界で30万本は売り上げました。アークザラッド。アークザラッドは G クラフト制作、プレイステーション専用のシミュレーション RPG。 本体発売から数ヶ月後というプレイステーション黎明期の作品で、架空の世界を舞台にした王道ファンタジー。そして今作は定価6090円で発売しておきながら、アークザラッド2のプロローグ的なゲームの内容であり、言うなればプレイステーション4の体験版レベルのボリューム。プロローグ部分なため、もちろんストーリーが盛り上がりかけたところで唐突に終了。おまけ要素の隠しダンジョンもあるとはいえ、それ抜きにストーリー上のクリアだけを目指すなら非常にボリュームが少ない。またラスボスは全 RPG 中でもトップクラスの弱さで、大抵育っているであろう主人公の攻撃、特殊能力、一撃二撃で瞬殺してしまうほど。本作はあくまで続編となる2とセットで語られることが多く、このゲーム単体で見れば完成しているとは言い難いのですが、とはいえ光と音の RPG として売り出されただけのことはあり、発売当初プレイステーションソフトの中では秀逸な出来、完結編ともいえる評価の高い2が発売されたことにより、結果的に合わせて本作の評価は上がりました。クレヨンしんちゃんとオラのご機嫌アスレチックだぞ。本作はバンダイより1994年3月26日に発売されたゲームボーイ用ソフト、漫画作品クレヨンしんちゃんを題材としたアクションゲーム。本作はエンディングまで普通にやれば、10分で終わります。第1作クレヨンしんちゃんオラとシロはお友達だよ。第2作クレヨンしんちゃん2オラとワンパクごっこだぞと異なり、本作は横スクロールステージではなく、マップ画面にて各エリアを回り、ミニ
ニゲームを行うミニゲームに特化した作品となっています。幼稚園で行われるアスレチック大会に向けてしんのすけが練習をするというストーリーで、ミニゲームには木に登って相手を水鉄砲で攻撃するという幼稚園児にしてはかなりアクティブないじめゲームがあり、こちらは3回当てると勝利。こんな風にストーリーモードでミニゲームに失敗しまくっても一定数失敗することでアイテムももらえるため、小さな子供で必ずストーリーを進行可能となっていますが、内容が薄いのでゲームクリア自体はたやすいゲームとなっています。魔法騎士レイアース、本作はパンドラボックスより1995年6月2日に発売されたゲームボーイ専用の RPG 少女漫画誌仲良しで連載され、アニメにもなった人気コミックのゲームボーイ版。ストーリーはオリジナルで、旅の途中で見つけた不思議の絵の中に吸い込まれたというマリオ64よろしく、3人の少女たちが脱出手段を求めて冒険するといった内容。オープニングの後で3人が離れ離れになるので誰か1人を操作しストーリーをクリアしてその後次に取り掛かるのですが、実際はどのシナリオもダンジョンが1つから2つしかなく死ぬほど短い。ゲーム全体で見ても2、3時間もあればクリアできてしまうため、さすがに RPG これはひどい。これで RPG のくせに最大レベルはなんと5。ポケモンなら鳴き声とひっかくしか覚えてないレベル。難易度も非常に低く、まあ仲良し読者をメインターゲットに捉えたことが起因していると思われますが、まあ私キャベツ的にはこの3人のうち1人が突然気が狂って2人を拷問するなりしてほしかったですね。低難易度の結果、レベルを最高の5レベルまで上げるとボスさえ魔法で一撃で倒せてしまいます。まあそこはちゃんと倒すんですね。仲良しならボスも仲良しになるとかやってほしかった。ただグラフィックや BGM は良好、女の子向けって感じですね。サーカスチャーリー、本作は1984年にコナミからリリースされたファミコン用アクションゲーム。プレイヤーは主人公であるピエロのチャーリーを操り、様々なサーカスステージをこなして観客を沸かせるといったのが目的の内容で、チャーリーは団長の娘と結婚する条件としてサーカスを成功させなければならないというストーリー設定が存在しています。ステージにはライオンに乗ったチャーリーを操り、迫り来る火の輪や置かれている火の蓋を避けながらゴールを目指す火の輪ステージや、綱渡り中のチャーリーを操り、眼前を歩行している猿をジャンプで避けながらゴールを目指す綱渡りステージ、トランポリンで跳ねるチャーリーを操り、ゴールまで並んだ多くのトランポリンにて移動しながらゴールを目指すトランポリンステージ、他にも玉乗りや空中ブランコ、水上トランポリンステージなどが存在し、比較的難易度は高いのですが、慣れれば5分程度でクリアが可能。つまり5分の中で客たちのバイブスをぶち上げて、そのノリで団長の娘がチャーリーにベタ惚れし、そのまま股を開いて結婚という恐ろしく早いチャーリーの人生が展開するということに団長はどういう気持ちなのでしょうか。クレヨンしんちゃん2大魔王の逆襲、本作は1994年5月27日にバンダイから発売されたスーパーファミコン用のアクションゲーム。1993年の夏に公開された映画クレヨンしんちゃんアクション仮面バイバーサスハイフレ魔王だぞ、これ違うなの続編的位置づけ。しんのすけたちの活躍で撃退されるも、再び侵略をもくろんで襲来したハイグレ魔王に捕まってしまったアクション仮面を救出すべく、しんのすけを操作してアクション仮面が囚われている牢の鍵である高和紙ストーンを集めるのが主な目的。本作は基本的にキャラゲーなのですが、登場キャラが異常に少なく周回がとにかく雑。原作の重要人物であるミサエとヒロシは全く登場せず、映画ではハイグレ軍団のカムだった腹巻レディースはなぜか雑魚的になり、坊ちゃんはスズムシになって登場し、マサオに至ってはゴキブリに改造されて登場。またしんのすけのみにボイスが当てつけられていますが、まるでサランラップを幾重にも張った境界の向こうで声を出しているのかと思えるほどに音質がクソであり、さらに全体的に棒読み。本作は8つのステージで構成されていますが、1ステージの所要時間は約3分、つまり30分もあればクリア可能。ただでさえステージ数が少ないというのに、ステージ6は開始してすぐにボス戦、当然ボスが複数存在するなんてことはなく、このボスを倒した時点でステージクリア。これに1800円の価値があるのでしょうか。ということでいかがだったでしょうか。やはりと言っていいほど比較的昔のゲームが多いですね。昔のゲームは今に比べると使えるデータの量が格段に少なかったので、仕方ないっちゃ仕方ないんかもしれないんですけど、さすがに少なすぎ。現代で出せば一瞬でクソゲー認定されると思います。でもボリュームはあるけどクソゲーっていうのもあるから、まあ結局のところゲーム内容ブラッシュアップさせろってことですわな。おいバンナム、お前のことや。じゃあこの動画があったらチャンネル登録やグッドボタン、ツイッター、インスタグラムやってるので登録お願いします。では次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほなまた。よお前ら、最後まで見てくれてありがとう。私キャベツ、お前らに頼みたいことがある。それはチャンネル登録をしてくれ。
まあチャンネル登録をすると何があるのか、何がメリットがあるのかというと、お前らには特にない。ただチャンネル登録という欄に俺が動画を投稿すると最新の動画として現れてくる。結果お前らが視聴すると俺に広告収入が入る。ええことやな。だから登録してくれ。あとツイッターとインスタグラムをやっています。ツイッターでは結構頻繁にツイートはしてますが、インスタグラムは全く投稿しておりません。別に俺は顔出しをしているわけではないので、投稿するネタに困ってます。なのでコメント欄でネタをください。まあとりあえずお前ら全部いろいろ登録してくれ。あとチャンネル登録をした後、なんか通知マークをオンにしてくれたら俺が投稿すると君たちに通知がいくので、ぜひそこも通知をオンにしてください。よろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょうか。ほなまた。